皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、前回ねキメラガールのガチャ引きました。まあ正直博打だったかなと思ってるんですよ、あれ。はい、今回でレイドラのガチャ引きます。でレイドラのガチャは今回の9月大会優勝して、最後ね統一はできなくてテッドさんが優勝したんですよね。つまり2位の報酬で合計ね、13万ルビーもらってるんですよ。でまあちょっと使ったんですけど、まだまだね8万ルビー以上残ってるというわけで、まあ無償ルビーに関して7万5000なんですけど、まあ他にもいろいろ使ったんで、はい、これね全突破します。はい、全突破しますわ。まあレイドラのアバタマガチャ、アバタマ福袋か、買ってもいいんですけど、そっちを買うんじゃなくてこの優勝したルビーを全部使います。当たるまでで、当たるまで全部使って、当たらなかったらレイドラのアバタマ買います。激レア。前回ね、キメが1枚しか抜けませんでした。150連ぐらい回してますね。1枚しか抜けなくて、もう諦めてます、これ。あとは8日間の間単発だけ来ます。はい。正直ね、このね、激励をね、追うのはね、無理。マジで無理です。きつい。ただ、レイドラは、できれば追いたい。というのも、キメガのアバトマ、これ多分ね、キメガの激レア系は、年始とかの復刻でね、ちょっと出てくる可能性があるんですよね。もしかしたらですけど。でもね、レイドラのアバトマのね、復刻はね、多分ね、年始とかのイベントも出てこないで、出てこないんですよ。なんか激レア配布のイベントとかあるじゃないですか。激レアチケット1枚配布ですよとか、1万、ね、1万円で1万5000ルビーと激レアチケット配布ですよとか、よくね、年始あるんですけど、それが多分ね、レイドラは来ないと思ってるんですよね。なんで今回ね、レイドラをね、当てれたらいいかなと思います。というわけで、まずね、じゃあ単発いきましょうか。あと3枚 1.5 パーだからもう持ってるんだ、他のやつ全部だから、もう止まった瞬間にレートラの激励確定ね。はい、この 1.5 パーだけを3回抜くのにね、全突破ってのがちょっとねガチャの闇すぎる、本当に。ただ引きたいね、レートラはできれば引きたい、かっこいいから。いきます。これ最初の配布のチケットだね、1枚のね。止まった瞬間確定だからね。いきます。こっからですね、こっから全部で何連できるんだろう。200、すごいですね。230連ぐらいできる。まあ230でも270連ぐらいできる。まあとりあえず行きましょうか。そんなに引きたくないからね。できれば早かったし。行きます。止まった瞬間確定。結構今読み込み長かったけれど、スキップしちゃおう。はい、素晴らしい。というわけで一発目10連で1枚入れていく。ただね、これね、この前のキメガでもあったんですけど、こっからね手に入らなかったりとかしたんですよね。なんでちょっとここからは怖いですけど、行きましょう。まあとりあえず1個ね、1個でも普通にありがたいから。でもできれば1回の10連で2枚抜くとかして一瞬で終わってほしい。まあ欲を言えばだけど、欲を言いたいよ。だって早めに終わってほしいもん。行きます。このルビーできれば取っときたいから、取っとければ年始に使えるから。行きます。これ呼び込み短かったからね、多分ね当たんないと思う。なんかあるって聞いたんだよね、呼び込みの長さで当たらないみたいなのが。呼び込みが長いとまだ持ってないキャラが手に入るんじゃないかみたいな、データを読み込んでるからみたいな話を聞いたんですよ。でいろんなゲームでそういう話あるからね、聞いてみてみようか。もう一回呼び込みは長いよ。これちょっと長かった気がするよ。これで当たるならそれ本当だね。いや嘘やん長くなかったのかな。じゃあもう一回行こうか。呼び込みは、いや、なんか変わらん気がする、さっきと。変わらん気がするわ、やっぱ。もっと長くなきゃダメかな。アバタマチケット入ったけど。一応、このチケット系は手に入ったら、すぐ受け取りましょうか。もったいないもんね。ルビーでマシェの。いや、全然普通だね。行こうか。読み込みは？いや、早いわ。長くない。全然長くない。スキップしちゃうけど。いや、爆死だもんね、ほんとにね。これを追うんだよ。きつくない？普通に考えて。まあ、追うんだけどさ、多少はさ。まずルビーやるから、いきます。読み込み頼む。え、長い！長いよね、これね。間違いなく長いよ。当たるならこれガチ。当たらないじゃん。全然関係ないわ、やっぱ読み込み時間。さっきよりも長く感じたけど、全然関係ないわ。もうね、次スキップしない。多分、緩急が大事だね。緩急が。え、めちゃめちゃ長かったよね、今ね。ほら、スキップしたね。パピオン。うわ、本当で取ったんだけど。え、関係ある？もしかして、マジで。
もう一個いってくんないかな。結構早い、これ当たり早いからね。これ 2発抜いてんの。いくよ。もう一枚これ抜いたらもうこの瞬間終わるから。動画の時間マジ短い。いきます。頼むわ。緩急が大事だから。やったー、当たり早い。レードラムがこれで回さなくて済んだ。やりました皆さん。というわけで、レードラがね揃いましたよ。揃いました。激レア、これね、これね、これね、はい、激レアフェル揃いました。というわけでね、早速ね、せっかくで時間も余ってるんで見せていきたいと思います。はい、それではね、ちょっとね、使用感というか攻撃モーションというか見ていきたいと思います。本当はね、トロフィーでやりたかったんですけど、トロフィーかリーグで。トロフィーとリーグがね、なんかね、メンテ中でできないんですよ。何？どういうこと？というわけで、これ金攻撃になるんですけど、実際どんな動きをするのか見ていきたいと思います。でね、本物か偽物かわからないメメルビさんがいたんで、攻めてみたいと思います。本物だったらメメさんごめん。でも多分、わかんない。本物かどうかわかんない。メメさん、キマなんか使ったっけ？で、金はね、持ってませんみんな。あの、1万マックスですこれ、1万ちょいが。これより持ってる人いませんでした。とりあえず一回、ここら辺処理しようか。で、レードラを見たいんだよね。わお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 。はぁ。あ、耐えるんだ君たち。で、いくよ。トーン。攻撃モーション変わったりするかな。攻撃モーションは変わってないね。あ、変わってないね。特に変わってないな。トーン。はい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 。はい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 、ちょっと待って、見たいんだけどさ、相手の攻めがすごくてさ、レードラを出せない。ああ、まあ特にモーション系の変更はないね。かっこいいのは間違いないけど、モーション系の変更はないわ。ぐる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 、ドカーン。マドホックス強くね。よし、とりあえずトレードに行こうか。あと1体残ってるから、このもう1体を使いたい。ミノがすげえ邪魔で剣士がトレード取れないする。とりあえずここ、いや、マドボックス強すぎだろマジで。化け物じゃんやってること。時間ない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 。白前にもさ、マドいるからさ、しかももう1本なの出てるでしょ、マド。ブルドラいるんだけど、時間が。もう一本多分出てくるよ、どっかで。今多分これすぐ出てこないから、これだね。これ本物だと思う。ブルドラ行こう。で、レードラだね。トン。行くか。おいしょ、ボン。いや、めちゃめちゃかっこよくない？武器のこの弾やばいよね。ちょ、待て、これ、落ちない、落ちない、落ちない、その間。これ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 、火力すげえ高そうだもんな。うん、やたらかっこいいけど、なんか攻撃のモーションとかさ、スキルのエフェクトとか変わってくるったら嬉しかったな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回ね、これですね、レードラの、激レアフルですね。攻撃力1256、防御力1446、HP 1736と、まあ、なかなかね、ステもね、3% ずつ上がってますんで、基礎力はね、めちゃめちゃ強くなってますね。で、まあ、もともとレードラっていうキャラ自体が強かったので、さらに強化と。はい。まあ、でもね、レードラを、ゼロから揃えるには、激レア含めてゼロから揃えるには、まあ、激レアはまあ別枠だけど、全部でレードラ区分で10枠取らないといけないってことですよね。大変だな、マジで。まあ、レードラが1
パーだっけ。で、激レアが 1.5 パーかな。それぞれ別枠ではありますが、1パーを7回引くのと別の 1.5 パーを3回引かないと、結局にはならないと。なかなかやってることはえぐいけど、今回ね73連で3枚抜くっていう神引きしてしまったんで、いや、やっとだね。嬉しいね。ルビーも全然使わなかった。まだ6万の残ってるからね。無償でも5万4000。キメガのアバタマもね、なんなら回せるけど、これはもう諦めてます。ちょっとね、ルビーもったいないから、これも追うのやめました。キメガ以外のガールのね、アバタマの激レアはね、全部持ってるんだけどね。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。